サタン。サタン、アラム、語、ギリシア語は、ユダヤ教、キリスト教とイスラム教における悪魔。イスラームでは、アラビア語のアイコールシャイターン、がこれに相当する。ユダヤ教、キリスト教では、神の敵対者、イスラム教では、人間の敵対者とされる。キリスト教神学においては、サタンは、かつては神に使えるお使いであったが、堕天使となり、 地獄の蝶となった悪魔の概念である。罪を犯して堕落する前のサタンはお使いであったが、神に反逆して敵対者としての悪魔に変化したとみなされている。キリスト教では、サタンは人格性を有する超自然的存在であると信じられているが自由主義神学。リベラルではサタンが人格的存在であるとは必ずしも考えられていない。ヘブライ語のサタン。 サーターンは、敵対者、妨げる者、誹謗する者、訴える者を意味する。ヘブライ聖書では、敵などを意味する普通名詞として何度も現れる。例えば、民数記22時22分マイナス35には道に、立ちふさがる天使が登場するが、翻訳された聖書では、サタンとは記されていない。キリスト教では、ヘブライ語聖書、旧約聖書の、創世記3。 1>, 1から15、第一歴代史21、1、ヨブキ1、6から12、2、1から7、ゼカリア書3、1から2に悪魔としてのサタンが登場していると解釈される。カイルとデリッチは、レビキ16、8のアザゼルもサタンであると考えているが、メーラーは、アザゼルがサタンであるという説には反対している。ヨブ器のサタンは特別な悪ではないとする主張があるが、 それに対して、福音派は、サタンの活動はヨブに対して敵対するものであり、ヨブは神、主の栄光に対する悪魔の挑戦に対して、犠牲なったのであり、ヨブ1、9、ヨブを信頼する神はサタンに対して、ヨブを見るように命じたのだ、という見解をとる。新約聖書に、サタンは多く出てきており、マタン4、1から11、ルカ10時18分、19、ヨハネ13、 二十七、第一ペテロ語、八、目視録十二章、十三、一から四、二十、一から三、七から十などがある。ヨハネの目視録十二、九、二十、二ではイブを誘惑したヘビを、年を経たヘビと呼んでいて、サタンと同一視している。またまたいによる、福音書、ヨハネの手紙一などをもとに、現在の世界は、 サタンの支配下に置かれているとする意見がある。コリント人への第二の手紙ではパウロは、サタンのことをこの世の神と子、不信の者たちの思いを喰らませ、キリストの栄光を見えなくしていると説いた。キリスト教の伝統によるとサタンはもともとルシファーという名の神に仕えるお使いであった。彼は多くの天使を率いる十二枚の翼を持った。 美しい大天使長であったとも言われる。しかしある時神に敵意を示し、自分に賛同する天使たちを集めて、大天使、ミカエルの率いる神の軍団との戦いを開始する。戦いは長く続くが、最終的に敗北し、ルシファーと天使の三分の一は、天から投げ落とされてしまう。他には、以下のような言及が見られる。ジャンカルバンは、 キリスト教公用第一編十四章十八で、イエス・キリストが、我天よりひらめく来光のごとく、サタンのお知を見たり、ルカ十字十八分都市とたちに教示されたことにより、キリストの王国が起こり立つ場合に、サタンとその力が倒れることを確証したのであり、イエス・キリストは、死んで、サタンを征服したため、サタンは、クリスチャンの魂を支配することはできない。 サタンはキリストによって追い出されるまではこの世を占有しており、クリスチャンが神の子として認められるのに対し、不経験な者、ノンクリスチャンは堕落しておびるに至ったサタンの像をよって、悪魔の子、サタンの子とみなされると述べている。宣教者の働きは、彼らの目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、首都行伝26時18分。 深海約聖書ることであると定義される。福音派の指導者、マーティン・ドイド・ジョンズは、人間の堕落によって世界は、サタンの王国になったので、クリスチャン以外の全世界はサタンに支配され、サタンの腕に抱かれており、人間は、サタンの奴隷であり、クリスチャンになるとは、サタンの支配から神の支配に移されることを示しているとこを介している。 改革派協会のウェストミンスター信仰基準は、全人類の始祖が、サタンの悪だくみという枠にそそのかされて、罪を犯し、堕落したために、人間は、生まれながらにして、怒りの子、サタンの奴隷であると告白する。経験主義においては、この世は、サタンと神、サタンと神の民の戦場と見られ、神と人間とに敵対するサタン、悪魔の存在が鋭く意識されている。 ヨハンゼバスティアン・バッハのカンタータ、我らが神は献気取りでは、サタンとの戦いを歌っている。ローザンヌ委員会とアフリカ福音同盟の例の戦いに関する協議会が発表した例の戦いに関する聖書的、包括的理解のためのナイロビ生命で、サタンが人格を有する存在であることと、キリストの勝利が確認されている。 サタンと悪霊は堕落したを使いという共通点があるが、サタンと悪霊は区別されている。この場合、サタンは堕落したを使いの階級的頂点にある存在であり、悪霊はその手下を指している。天使を人間より、会の存在として位置づけるイスラム教においては、サタンが神に背いた理由は、火でできたものが泥からできている人間より優れていないはずがないと、 傲慢であったからだ。さらに、イスラム教の教えの中に傲慢であってはならないと、記されている。また、他の説によると、シャイターンは一日に千回も神へ祈りを捧げていた。天使の中でも神の中でも白美であった。神がアダムとイブにサジュール、ヒレフスことを命じた時に彼は、私は神にのみ頭を下げますと言った。神は彼に、 私の命令に背いてでも彼にひれ伏さないのか。ならば落ちていけと命じたという説もある。上記の通りたような面を持つサタンであるが、サタンという悪魔に関しては、扱いが曖昧なことが多い。サタンとは、悪魔、悪霊の統率者としてのイメージが一般的であるが、その中で一体どのような存在であるか定まっていない。悪魔の王、サタンという存在でも、 サタンという名の悪魔がいる。特定の著名な悪魔、主にルシファーなどの異名。サタンという悪魔、悪霊の階級があるなど、多様な捉え方が存在する。七つの滞在や地獄の階級付けなど、一般的な信仰とは相入れないような、神学的側面でも取り上げられることもあり、その名は多様な場所で見受けられる。サタンと同一視される悪魔としては、ルシファー。 ルシフェルを筆頭として、サマエル、サタナエル、ベルゼブブなどが存在するが、書籍によって、これらがサタンという存在と明確に分けられていり、同一視されている。また、ヨハネの目視録では、目視録の獣と同一視されているため、サタンイコール竜という図式が一部で存在する。これは西洋におけるドラゴンを悪魔と同列に扱う、姿勢にも影響を与えている。 また、ルシファーやベルゼブブといった悪魔ほどではないが、フィクションでも用いられることが多い。いわゆる、悪霊、悪魔、魔物などの王,イコール魔王としての登場が多いが、その際も上記にある、無数の説が入り乱れて利用されるなど、これと言い切れるようなモデルは存在しない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。